元気ないわね。悩みがあるなら相談に乗るわよ。うん、僕たちこのまま誰にも食べてもらえないのかな。一体いつになったら。大丈夫だよ多分。絶対聞いてなかったよね。本当だったら僕たち今頃美味しい料理になってるはずなのにねって話。そうだね。そうだ、こんなことしてられない。うん、僕を育ててくれたお父さんのためにも一生懸命食材になる努力をしないと。うん、分かってくれるの、薩摩。すごい。開かない。行く行く。やれやれ、のんきだな。こうなったら僕一人でも努力して立派な食材を目指そう。よし、